続いてはちょっと気になる身近な話題、広がるだんだんニュースのコーナーです。今日はこちらの方に進行してもらいましょう。よろしくお願いします。サンテレビガールズの安藤香乃です。佳境を迎える男子バレーバレーボール V1 リーグ、明日あさってはレギュラーラウンドの最終2戦、日本製鉄堺ブレイザーズと J テクトスティングスとの対戦が行われます。そのホームチームブレイザーズを同じくサンテレビガールズの西村ひなきさんが取材してきました。サンテレビガールズの西村ひなきです。ブレイザーズの練習拠点、堺市の日本製鉄堺体育館にやってきました。今週末のホーム最終戦、J テクトスティングスとの対戦に向けて練習を行っています。男子バレーボールトップリーグ V リーグに参戦している日本製鉄堺ブレイザーズは、前身の日本リーグから通算し優勝回数が参加チームの中で最も多い17回を誇る名門チームです。現在リーグ10チーム中5位、レギュラーラウンドは今週末で終了となりますが、上位6チームが進出できるファイナルステージへ進出するため練習にも熱がこもります。キャプテンの山口選手に現在のチーム状況と最終戦に向けてお話を伺いました。今のチームの状態、雰囲気どんな感じですか？はい、リーグも最終終盤に差し掛かって、まだこうファイナル進出の切符をつかめてない状況なので、はい、とにかくその切符をチーム全員でつかむんだっていう気持ちで、はい、戦っています。今この状況やるしかないという状況ですし、チームの目標は変わらないので、まあ、そこに向けて、まあ、やっていくしかないなと思っています。 J テクトさんへの意気込みお願いします。この2戦勝つしか自分らも次につながらないので、ホームゲームの、ファンの皆さんの応援の力も借りながら、はい、本当にチームで死ぬ気になって戦い抜きたいなと思います。今シーズンを牽引してきたキャプテン山口選手、チームの目標に向けて気合に満ち溢れていました。レギュラーラウンド最終戦をホームで迎え撃つ跳躍力を誇るできた選手、現役最年長の松本選手にお話を伺いました。まあ、チームについては、まあ、怪我人がちょいちょい出たりはしてますけども、まあ、本当今週末ファイナル進出に向けて負けられないっていう意味でいい緊張感を持って練習できていると思います。個人の状態や心境をお聞かせください。はい、まあ、リーグ序盤にちょっと怪我の方をして長期離脱してようやく戻ってこれたなっていう感じで、それをいかに挽回できるかっていうところが今年の自分の目標です。 J テクト戦どのように挑みますか？そうですね、本当に勝ったらプレーオフ自力で決まるので、はい、まあ、あとやっぱりホーム最終戦ということでいい形で終われるように、はい、チーム一丸となって頑張りたいと思います。先日通算500試合出場を果たしましたが、はい、今後の目標をお聞かせください。はい、そうです。本当に500試合達成、本当にチームで達成できた記録だと思っているので、はい、まあ、600とは言いたいところなんですけど、なかなか遠い数字なんで、次は5012と、まあ、1試合ずつしっかり、やれたらなと。今週しっかりファイナル行けるように、はい、決まる試合なんで、まずは土曜日にしっかり勝って決めたいと思います。はい、前週の JT サンダース広島との2戦にてセットカウント3-0、1-3の1勝1敗、現在の5位を死守しました。今週末の最終戦でのファイナルステージ進出に向け期待が高まります。まあ、ファイナルステージは本当これまでの成績はまあ関係なくなるんで、一発勝負なんで、もうチャレンジャーとして、まあ、先ほども言った通りチーム一丸となって優勝を目指して頑張りたいと思います。何よりベストな状態で、戦いたいと思うんで、はい、そこに向けて、今チーム全体で準備してるんで、しっかりとベクトルを、勝つというところに向けて、最後優勝できるように頑張りたいと思います。はい、
去年、勝利を挙げることができなかったファイナルステージで、もうとにかく、上位のチームに、食らいついて、一つでも順位を上げて、最終的には本当に笑って終われるように、チーム全員で戦い抜きたいと思います。残るレギュラーラウンド最終2戦の勝利、波に乗ってのファイナルステージ、ブレイザーズの躍進を見届けましょう。すごい、みんな気合い入っていい顔してますね。はい、ね、明日明後日どちらか1勝すればファイナルステージ進出確定ということで、ぜひ勝ってほしいですね。頑張ってほしいですね。でも何よりスタジオが、ね、西村さんと選手の皆さんとの身長差に湧いてましたね。あんまりにも身長が違ったから見上げるインタビューというのも新鮮な。こんな感じで、ね、ただますます期待が高まる週末の試合、改めて詳しく教えてください。はい、ホーム最終戦、日本製鉄栄ブレイザーズと J ティックとスティングスは3月16日土曜日12時5分、3月17日日曜日12時、堺市の大浜大新アリーナにて行われます。またサンテレビでは日本製鉄堺ブレイザーズ対 J ティクトスティングス戦が生中継されます。ぜひテレビや会場でご覧ください。以上、広がるだんだんニュースでした。